いね。わあ、おお、だから、わあ、上見て上。で、電的な感じの資源に、うん、あの活用できるようにこう回していけるような仕組みになってるっていう建物。ダメじゃん。ダメじゃん。すごいショックじゃない。ワサルが山から降りてきていませんって書いてある。バードウォッチングでこうやって山見ればおるかもしれない。どうするの？さ、下になんかあれあったけど。何？カフェみたいな。そうじゃな。え、だってさ、サルおらんのにやろ。うん。え、つらすぎん？いや、あ、ここにいた。ふざけんなよ。私、なんでサルにしとんねん。サルじゃねえよ。え、何を買ったの？アイスティーカフェラテです。これいくらぐらい？これ400円。500円です。え、それなんかはシロップとか。あー、なるほど、そういうことか。ちょっとオシャレだったんやな。そう、あの、いや、中すごいオシャレだって。なんかライブができるんだって、ここ。そう、めっちゃ良かったな、うん、中がすごいオシャレで、しかも建築家の人、なんか図面描く人がオーナーさんっていうかマスターで、中も自分で作ったんだって。あの、一回壊して、そう、図面描いて、リノベーションされてて、すげえ、すごいオシャレだったの、うん、で、しかもカフェラテめっちゃ美味しいんや。マジ？うん、まだちょっとめっちゃ美味しい。あっさり系のコーヒー。うん、まあちょっといろいろこの辺を散策しようと思って来たんだけど、今日はあいにくおさるさんがいません。そう、お友達に会えなかったので。残念でした。どうしよう、ヒルゼンの方に近いっていうことだから、ちょっと気になるスポットが何個かあったんです、ヒルゼン。ここめっちゃ気になる。空いてなかったよ。まあ本当にあのこの近くはさっき通ったけど温泉があって、さっきの温泉すごい、なんかめっちゃあれだった。やばかった。で、なんかね、僕友達が行きたいって言うから行ったわけよ、うん、まあ、大した、まあ、地元のおばあちゃんおじいちゃんだけなんかなと思ったら、
急にね、なんか30代ぐらいのこの旅館の若女将みたいなのが入ってきてやべえよまあ当然目のやりどころに困るわけでまあ背を向けるわけよ。どんな服着たの？どんな服じゃない、入ってきてっていうのは、まあ、するかっこするよ、ポンポンだよで、なんかね、まあまあ、とりあえず、まあ、ちょっとの我慢やなと思って、まあ、これなんか、まあ、ポジションを確保しとけば、まあ、あとはどうにかなるだろうって思っとったら、急にその若おかみが声をかけてきて、飲料水取ってくださいって言って、ポンポンでいや、まあ、なんかその僕は背を向けてたから、僕らはね、まあ、分かりましたね。その飲料水がだいぶ向こうの方にあって、入り口の方にあって一回出て取らないといけないから、それもなんか見たいだけやみたいな感じで、それ戻ってまた若おかみの方向いて渡さないといけないから、見たいだけやそれめちゃめちゃやべえな、やばと思って、もういいわと思って刺激がするよな、混浴はねすごくない、そういう温泉だってそういう感じじゃん。ちゃんと穴がある。そう、ちゃんと穴がある。なのに開けちゃったんだよ。そう。だから鍵閉めてなくていいんかな。そう、全然開いたけど。え、大丈夫？回していけるような仕組みになってるっていう建物、うん、
わー、おー、なんかちょっとフラッとするわー、あ、すごいこれすごいわ、これ寝転びたいね、あー、いいね、うわー、上見て上、上見て上見える上見てこれあとここ、ここがね、いいね、かやぶき屋根を反対側にしたような。すごい。急に。じゃあすごく、はい、いいところですね。しかもジョイフルパークのこう向かいにね、うん、そういう新しい施設、SDGs のね、施設もできたりとか、まあ、ヒルゼンも少しずつなんかこう発展していってるというか、うん、若い子たちにも興味を持ってもらえるような取り組みだったりとか、まあ、新しいね、未来都市になってたりとかね、そうそう、だからその新しく発展していけるような取り組みをしてるということで、多分ね、ヒルゼン田舎のイメージが多分真庭とかさあるけど、こういろいろ見る観光地も多かったし、新しい未来都市が、うん、そうね、うん、まああんま市内の人こっちの方来んしな、やっぱ予定がない、用事がないと、ちょっと遠いからね、でもやっぱこういうのがさできるっていうことでこっち来てみようかなみたいなのにもなるんちゃうかなと思います。来たら来たら結構楽しかったという看板の滝からだいぶなんか流れが変わってきた最初猿見る予定だった、猿見るのがもうなんか遊園地めてるから観覧車、しかも牛には会えなかった、私牛の格好してない、牛行く、牛見る？後ろまで行きたい。絶対よ、牛。もももさん。え、かわいいよ、もももさん。すごいな。でも遠いよ。呼ぶわ。じゃあこっちから後ろ声聞こえんかった。カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも